イミガメのスープで出演させてもらうか。よっしゃよし、ルカです。エディです。最強クイズ集団ガプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。今週もですね、はいよ、視聴者さんからウミガメのスープ送られてきておりますので、はい、5分以内に届いてくださいよと。ありがたいことでございます、はい。なんかウミガメの3がついに発売と。そうなんでございます、ね、こちら今画面いっぱいにドンと出てたんですね。おー、でかいでかい、邪魔だよ。これがウミガメの3でございまして、7月の21日から発売になるということで、概要欄にですね、Amazon のリンク貼っておりますので、ぜひぜひ皆さんご予約して楽しみにお待ちください。お願いします。お願いします。ウミガメのスープとは、出題された不可解な状況に対し回答者がイエス、ノーで答えられる質問を投げかけて状況を絞っていくゲームです。最終的に出題者が想定した真相を突き止めることができればクリアとなります。では早速第1問、はい、はい、カプリティオネーム、カプリティオネーム、よー、よー、まあ3になってるんで一回仕切っていいだよね。そう、やっぱ知らない時期に戻るみたいな。はいはい、カプリティオネームさんから来た問題です。おお、なるほど。それが名前やっぱ。そうなの、はい。どっちかな。めちゃくちゃ面白いか、ちょっと危険な人か、どっちかな。どっちかな。いい問題である。面白い人だよ、きっと。トランスフォームという問題です。おお。あ、そうね。さっきのは名前だもんね。そうです。そうかそうか。タイトルはトランスフォームね。女は遅刻しそうだったので、四足歩行になった。一体どういうこと？どこに遅刻しそうになったかっていうのは気合ってますか？いいえ。ほう。うん。四足歩行。女が四足歩行をしたということですか？はい。四足歩行っていうのは、両手両足を地面についたってことですか？そうですね。ほう、地面ついた。じゃあ、四足と言いつつ、二本の手と二本の足ってことでいいの？そうですよ。女は人間なんだよね。はい。うん。女の年齢、世代、関係ありますか？ないですね。はい、はい、四足歩行は何かをくぐるためにしましたか？いいえ。うん、職業関係あります？いいえ。スポーツ関係あります？いいえ。会社に遅刻しそうだったので成立する？うん、します。四足歩行した方が遅刻を免れることができるの？そう思います。うん、それは物理的な移動速度が上がったということ？四足の方がかもしれないですね。うん、はい、はい、じゃあ四足歩行にすると近道ができるってことですか？いいえ。四足歩行を行ったのは屋外の、自分の家の中。はい。よしよしよし。どの部屋でもいいの？いいですよ。なるほど。四足歩行を行ったまま玄関出てる？いいえ。何かの準備でしてるってこと？広く、はい、はい、女は忘れ物をして部屋の中に戻りたかったが、いちいち脱ぐと大変だからハイハイして四足歩行で忘れ物を取りに行った。正解！すごい、はい、やったぜ。結構なミドルシュートですね。うん、ちょっと遠かった今の、確かに。すごいね。ゴールが空いてるぞってなってこれ、ね、たまにあるやつね。お気に入りのブーツを履いて出かけた女は、ブーツね、目的地に向かう途中忘れ物に気づき慌てて家に戻り、ブーツを脱ぐ時間も欲しくてハイハイしながら部屋へ入ったのだったという問題でした。いやこれは分かる分かる、うん、あるよね。両手と膝をつけて足の裏がではつかないようにしたんだ。そういうことです。なるほどね。なるほどなるほど。綺麗にまとまってるのにあるあるに落ち着く、カプリティオネームさんちゃんとした人やったよかった。問題うまいよ。よかった、上手な人よかった。時間は1分49秒やったー。確率のネーム、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ第2問、はい、カプリティオネーム、ミクロさんからいただいて、はい、ミクロさん、ミクロさん、ありがとうございます。トロッコ問題という問題です。おー、あれか、このレバーを引けばこっちが助かるけどこっち死にます。うん、はいはい、うん、まあモチーフになってんのかな、だから、うん、絶対トロッコ関係ない、トロッコが出てこない問題文。なるほど、確かに。マリオ RPG とかでしかやってないんですけど、あートロッコ、ね、すごい難しかったからありがとう。カザーンバーンって。女は目の前にある一つの命を奪おうとしていたが、
スイッチを押してさらに多くの命を奪うことにした。一体どういうこと？うん、はい、はい、ゴキブリですか？いいえ。はい、命は人間の命ですか？いいえ。動物の命？はい。虫ですか？はい、うん、はい。いいえ。蚊？はい。おう、蚊。はい、はい。女は目の前に蚊がいることに気づき手で殺そうとしたが、よりたくさん大量に殺せるように、ベープ的なもののスイッチを押した。親切だ。すいません、僕が奪うから。いいですよ、大変よろしい。みんなでもまあだいぶ想像はできてたよね。まあ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 、まあ、季節は夏、はい、女は窓を開けて進んでいたが、うん、家に入り込んでくる蚊に悩まされていた、うん、今日もちょうど目の前に止まった蚊を退治しようとしたが、一匹ずつ対処してもキリがないと思い、電動蚊取り機のスイッチを入れたのだったという問題でした。なるほど。電動蚊取り機か。電動蚊取り機。まあ、なんていうことない状況ではありますけど、これをなんかトロッコ問題とつなげる。いや、そうだね。そうだね。スイッチ一つで、奪う命の数が変わるという、よく気づいたよね。ね、確かに。うん。みひろさん、ありがとうございました。じゃあ本日第3問、はい、イノシシさんから徹夜待ちは禁止ですという問題。ああ、なんか列並ぶ時とか言うやないよね。徹夜、うんうん、なるほど、ね、ああそれだ、はいはい、言うよ。え、0秒する？行こう。はい、待ってたのは実は虫眼鏡。違う。ああ、東海オンエアじゃないのか。徹夜さんを待ってたら虫眼鏡さんを待ってたと思ってたんだよな。ダメか。見る人にはそう、徹夜がちゃんと漢字になってる。早く止めてくれよ。0秒いくじゃないんだよ、恥ずかしいだろ。女は、うん、あるものを受け取るため早めに目的の場所に向かった。しかしそのものを受け取った途端、周りの人に注意されて受け取ったものを手放してしまった。一体なぜ？うん、はい、受け取ったものは女が買ったものですか？いいえ。うん、周りの人っていうのは、女の知り合いですか？うん、まあそのこともあるし、違うこともあるし、受け取ったものは片手で受け取ったと思う？ノー。じゃあ両手？ノー。おー、知ってる、受け取ってねえんだな、これは。おおおお、受け取ったものは手で触れるもの？はい。もうでもそうなんだ。スポーツしてる？はい。よし。おー。ボール？はい。だよね。サッカーですか？はい。手放してしまったんだ。いいんじゃない？うん。はい。女はサッカー選手で、オフサイドになる位置で、ボールを受け取り、胸などでトラップしたが、それがオフサイドになったためにボールを手放す結果となった。親切！やったやった。え、すごいな。いやー、いいですね、これはすごい。うん、サッカー選手の女は味方がパスを出すよりも早くオフサイドラインを越えてパスを受けてしまったため、うん、オフサイド審判に指摘されて相手ボールになったのであったという問題です。なるほど、なるほど。いやー、手で受け取ったのがすごいですね。本当は、うん、片手でも両手でもないっていうのがね。そうだね、序盤に聞いといてよかった感じがする。なんか物詰めの意味合いでも聞いたんだけど、でかいのかとかっていうのもあったんだけど、とても刺さった質問だったのと、問題文もちょっと上手で、早めに目的の場所に向かったがオフサイドを示唆してるんだよね。あ、確かに。そういうことだ。そうなのよね、うん、これでなんか、うん、サッカーの中でもって感じになったので、問題も丁寧かつ結構難易度も本来は高いと思うので、いい問題だなと思いましたね。確かに、うん、時間は50秒。よっしゃー、すごい。ユースさん、ありがとうございました。じゃあ本日ラスト。よし、はい、よし、行くぞ。やってる。赤電柱さんからいただいた問題です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ始まるまで AT 一人でちょっと喋ってみて答えとかを、ね、なるほど、そのタイトルの印象とかも全部、はい、あ、まあ、そういうの言うもんね。なるほどね。やってみよう、うん、語学留学という問題です。はあ、はあ、まあ、これは割とシンプルなタイトルですけどね。でも絶対留学は、ね、してないですから。絶対留学してないですよ、これ。
ある時突然、男は周りの人の言葉が理解できなくなってしまった。一体なぜ？入力してないのこれ。周りの人っていうのは、男の知り合いですか？でもいいです、はい。男は人間ですか？はい。現実に起きてること？はい。うん、男は日本人と考えていいですか？はい。男、年齢大体の設定ある？あんまりない。あ、なるほど。あんまり。その言葉っていうのは耳で聞いてましたか？いいえ。おー。じゃあ目で見てますか？はい。動画を見てますか？いいえ。パソコンかスマホ出てきます？いいえ。じゃあその文字は何かに印刷されてる文字？いいえ。テレビ見てる？いいえ。文字を男は読んだ？いいえ。なるほど。返事？いいえ。言葉が音じゃないけど目で見たんだよね。そうです。それは本当に言葉なの？本当にと言われるとまあ。なるほど。現在どこかの国で使われてる言語ですか？まあそうだとしても日本語だとどう？日本語でいいですよ。日本語でいいのか。男は旅行に行った？いいえって。周りの人の言葉で目で見たんだよね。それは紙に書かれているものを見ましたか？いいえ。それ、目で見たものの、でも字じゃないんだよね。はい。言葉を目で見て字じゃない、で点字でもないんでしょ？文字以外の何かで言葉が表されてます？はい。それ手話？いいえ。ジェスチャー？いいえ。それは目視できるもの？はい。手で触れる？ないと思った方がいいかな。なんか電気を使うもの出てくる？出てきません。現実、今日、俺に起こる可能性ある？あまりない。特殊な状況。周りの人はその男にその言葉を伝えようとしているんですか？まず。その場合でも、そうじゃない場合でもいいです。そうじゃない場合の方がまあ成り立ちそう。季節や時間関係ある？ないです。場所関係ある？あまりないです。屋外か屋内関係ある？あまりないです。その言葉って音声伴ってる？はい。でも耳で聞いたんじゃないんだ？そうですね。そうなんだ。はい。3分経過で文字でもないでしょ？はい。言葉なんかじゃあイラスト的なものですか？いいえ。大きい音が鳴ってる？大きい音は鳴ってないでしょ。音楽鳴ってる？鳴ってないと思います。全然わかんない。やばそうだなこれ。関係ないでしょ。周りの人の人数は大体決まってますか？あんまり決まってないですね。小学校で起きる出来事？あ、小学校でも起きるとは思います。なんか線の要素ってある？線、ないと思う。その理解できなくなった後にまた理解できるようになる？そうでしょうね。なんか遊んでる？遊びやってる？あ、やってないです。男側に何か原因がある？理解できなくなったの？男側には原因ない。じゃあ周りの人に原因がある？あります。周りが理解できないようにした？と思ってそうしたわけではないが、じゃあ偶然そうなったってこと？まあ、その言い方が一番近そうですね。音が聞こえなくなった？こちらとも言い難い。目で見たんだよね、その言葉を。独身術関係ある？ある。おお、よしよし。残り30秒。唇が見えなくなってしまったってこと？はい、はい。野球をしていてグラブで口を隠したから見えなくなった。違います。あ、危ねえ。口が隠れたんだね。はい。これ10秒。男目見えるよね。はい。男の目何かで塞がれた？いいえ。口だけか。みんながマスクをしだしたから見えない。正解！やったー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 ！よく口が隠れてたから考えたんだ。よし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 。はー、よかったー。
生まれつき耳が不自由な男は、うん、読心術と相手の表情を読み取ることで会話をしていた、うんうん、しかし感染症対策によりマスク着用がマナー化したことで相手が何を言ってるか理解できなくなってしまったという問題でした。なるほどね。これは難しかった。すげえむずい、うん、そうか、文字でも音声でもなく唇で言葉を読んでたのか。当たんねえな、それダイレクトにひらめくまで当たんないね。すごいむずいわ。で、よくひらめいた、ほんとに読心術までいけばなんだよな、うん、そこまでが危なかった、まじで時間がなかったね、うん、なんか出題者さんのね、お父さんの同僚が これが原因でやめたらしいので、この問題を知ってほしいと思ってテレビアンがテーマにしたそうです。確かにこれはなんか問題聞いたことあるわ、こういうことがあるっていうのを、そのマスクが出た影響というか、時間は4分56秒だ。最遅くらいかな。そうだね。赤電柱さん、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ということで本日は4問やって4問正解。いやー、危なかったね。危うくでしたね。いやー、そんなちょっと今日はパーフェクト阻止しに行ったつもりだったんだけどな、まあ、いつもしてそのつもりだった。そうですね。でも確かに難易度高かったような気はするな、うん、1個ラッキーがあったから早かったのもあるけど、いやー、でもそれでも納得感はすごいので、うん、出題者のレベルも高いなという感じがしますね、うん、いやー、楽しい、毎回面白かったね、うん。さあ、そしてそんな視聴者の皆さんにも負けない出来になってるといいなということで、こちらウミガメのスープカードゲーム1、2と、そして3がこちら、ドン、やだー、わーということで、でかいこちらですね、新作問題が84問ということで、どっか行っちゃったよ、すごい。さあ、ということでチャンネルで、出題させていただきました名作問題42問に加えて、このカードゲームにしか入っていない、全くの新作問題が42問入っておりますので、うん、ぜひともですね、楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、まだまだ、視聴者さんから問題の方を募集しておりますので、概要欄にあるリコのツイッターのダイレクトメッセージの方にオリジナルの問題をお送りください。よろしくお願いします。カプリティオネームの読み方も書いてくれると間違いないよ。確かに。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。